Believe Yourself 赤木美香スピリチュアルチャンネル、今回もこちらのチャンネルに来ていただいてありがとうございます。キネシオロジーについてお話を聞こうと思います。キネシオロジーって何って方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、今日は、はい、名刺を読みます。タッチフォーヘルス日本代表ファカルティ、アプライドフィジオロジー日本代表ファカルティ、ファカルティっていうのは教授さんっていう意味みたいなんですけど、そうですね、はい、まあ、要はインターナショナルのキネシオロジーカレッジの日本の代表を務めている小堀健太郎さんにお話を聞きたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。小堀健太郎です。私の学び仲間です。そうです。では、まあ、キネシオロジーって言って、うん、もしかしたらカイロプラクティックは分かるけど、ね、キネシオロジー分かんないって人は多いかもしれないです、ね、そうですね、はい、うん、さあ、じゃあまずはなぜこのキネシオロジーをカイロプラクティックに加えてこうやっていこうって思ったのかっていうのをちょっと聞かせてください。はい、わかりました。まずキネシオロジーという言葉を聞いたことがない方もいらっしゃるかもしれませんので、うん、簡単にその歴史というかどういうものがあるかっていうのをご紹介させていただきますので、うん、はい、まあ、本当に大雑把になりますけど、大きく分けると3つに分かれますね、キネシオロジー。うんうん、で、1つは学問としてのこういうような、うん、構造とか運動の科学と言われている、うん、体育大学なんかにはこういう学科があると思いますけどね、うん、こういう学問としてのキネシオロジーというのはまず一つですね。そのイメージありますよね、健康科学って、うん、キネシオロジーって、ね、ええ、あー、というのは一つですね、はい、それともう一つが、1960年代にカイロプラクティックの発展系としてこういうアプライドキネシオロジーというのが、カイロプラクター、アメリカではドクターですけど、通称 AK と言われているキネシオロジーが1960年代に生まれたんですね、うんうん、なるほど、うん、これが2つ目ですね、はいはい、でこれをさらに、これちょっと、うん、専門家向けなんで難しいんですけど、これをもっと一般の人に伝えていけないか、セルフケアとしてこれを使えないかっていうことを考えたのが、うん、同じくカイロプラクターのジョン・シーっていうドクターですね、うんうん、これがこういうタッチフォーヘルスというこういうだからセラピー治療っていうよりもどっちかというと健康法ですね、うん、なるほど、これを作り上げた、もっと専門、うん、蚊がやるから、うん、私たちみたいな素人でもできるっていうところにこう落とし込んでくる。そうですね、なるほど、セルフケアだとか、うん、あとご家庭、家族で使ったり、うん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 、友達で使ったりすることができる、うん、簡単で安全なキネシオロジーっていう形で広まっています。タッチフォーヘルス、ね、今、うん、日本タッチフォーヘルスのこの協会を運営されて、うんうん、そうですね、でこれを教えられる、または施術ができるような人、インストラクターを育てらっしゃる。そういうことです、はいはい、今全国で200人ぐらい の、うんうん、インストラクターが活動してます。なるほど。で世界各国で40カ国以上の国で、うん、普及されています。はい、このタッチフォーヘルスの前の、アプライドキネシオロジーのジョージ・グッドハートドクターが、うん、まあ、いろんな発見があったんですけど、その中で大きな発見っていうのは、うん、この体の筋肉と臓器だとか、うん、筋肉と経絡の結びつきを見つけていったっていうところですね。これが非常に面白いところですね。筋肉のこう強さだとか加減を見ることによって臓器だとか経絡のアンバランスを見つけていけるっていうことはもう最大の発見ではないでしょうかね。例えば私なんかがこう体の治療を受けてると、ええ、使ってないとか、こうすごく凝ってるとか痛いっていうところは、その筋肉が固まっちゃってるっていう言い方もされるんですけど、そこがまた面白いところで、うん、スイングドアって知ってますかね。こうバネでこうドアがこうこっち行ったりこっち、まあ、バネが均衡であればまっすぐこう、うん、ドアがこうまっすぐ立ってます、うん、で使ってるうちにどっちかにこうバネが伸びてしまうと傾いてしまいますね、はいはい、でこれをまた筋肉と同じように見ていって、うん、どっちかの筋肉が伸びたり弱まってしまうと使っているうちに体っていうのはこう歪んできちゃうんですよね、うん、でドアの場合は多分弱くなったバネを取り替えると思うんですよ、うんうん、ただ人間の場合どういうわけかこう逆でこう凝り固まった方をほぐしたりだとか、うんうん、いろんな手当てをするっていうのが多いと思うんですけど、そうですね、うん、タッチフォーヘルス、キネシオロジーの場合はこの弱くなった方を活性化するっていう
弱い筋肉を見つけていってそれを強くするっていう、今まではちょっと普通ないような方を見ていくことによって、この弱くなった筋肉を強くすることによって硬く凝り固まったものが緩んでくるっていう、バランスを取る、バランスを取るってことです、そういうことですね、というような、この凝りっていうかこの痛みをほぐしてバランスを整えるって感じじゃないんですね、そこがまた他にない面白さだと思います。なるほど、あの今のまたまとめ直しますと、ぐーっと後でこれあの写真載せておきますね。学問としてのキネシオロジー、そしてこの根っこの部分がアプライドキネシオロジーという、あの一番大元のキネシオロジーですね。で幹の部分がタッチホエルスになります、ここです ね、これがエネルギーキネシオロジーと言われてまして、ここからものすごい勢いでこう枝葉のごとく100アンじゃないか200アンじゃないかというぐらいにいろんなキネシオロジーが、例えば教育に特化したキネシオロジーだとか、ストレスに特化したキネシオロジーだとか、脳に特化したキネシオロジーだとか、いろんなキネシオロジーが生まれてきているのが現状ですね。はい、なるほど、で日々日々アップデートされていくんですね。そうですね、はい、あの私も少しお話を聞いていて、やっぱり私の中は一番最初にあった筋肉とか体の痛みをほぐしていく、なんかそっちのイメージ、あのこういうね確認をちょっと自分の体を使って確認をしながら、でやっていただきながらここを緩めていくみたいなこうイメージがあったんですけど、なんか久しぶりに話をしてみたら私がやってるセラピーに近いような、なんかそこまでもう行ってるんだってちょっとね、驚きながらお話をね聞かせていただいてましたけど、さあじゃあ実際に小堀さんが、あの力を入れて実際にどんなことをこれからやりたいか、または今やってらっしゃるかっていうのもちょっと教えてください、で私がやってるのは、もともと私カイロプラクティックのカレッジを卒業して、体の構造的なものを中心でやったんですけど、そこで足りないですね、この感情系見えますかね、見えますかね、ちょっと後で写真入れますけど、健康の三角形って言ってまして、健康の三角形、構造、体だけでなくてまず、体がこの下の底辺のところで感情ですね、感情、はい、こちらですね、それと栄養食ですね、食、この3つのバランスがものすごく大切で関連しているということですね、じゃあ体と、心と感情と栄養ですね、栄養、なるほど、はい、でその3つから最近になってもう一つ生まれてピラミッドになったんですね、こう4角形ですね、でその何かというと意識なんですよね、ここがものすごく大切で、その人がどういう意識を持ってるか、あるいは潜在意識がどういうものがあるか、それを体の声で聞きながらその人の本当に生きたい充実した人生を生きる方向をサポートしていくっていうところにだんだんとこう変換していっているのがタッチオエスの検証時の面白いところですね。そこがね驚いたところですね、こう潜在意識にこうフォーカスする、私のセラピーもそうなんですけど、もうそこに実際の体を使って体の反応を使って、その意識にもフォーカスしていけるってことですね、それのまた特徴としては、自己責任モデルとか、あの教育モデルって言い方をして、とにかくその本人がどういう意識を持ってるか、自分の責任でお医者さんに頼る、お偉い人に頼るっていうことだけじゃなくて、自分で自分の健康に責任を持つ、そして自分で自分の人生に責任を持つ、そこをこうサポートしていくっていう、だん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 と何か健康法セラピーからこう離れていって自己啓発系の要素がこう入ってきてる、だけど今現在ものすごく大切な部分ですよね。今ちょっとこう聞いてて、こう自己責任モデルとか言われると、なんか責任って言うとなんかもっと体が痛くなっちゃう感じがするんですけど、そこはこう寄り添ってこう、セラピーっていうかコーチングっていうかいてくださるから、そんなにこう重くはなってこないんですか？全然もう本当に自分のありのままっていうか、あるがままの自分の本当のこう生きる目的っていうかね、楽しいこと好きなことで生きていきましょうっていう、自分の気持ちをしっかり持ちましょうっていう、なんかやってることなんですけど、そこに言ってるんですか？それをこうカウンセリングだとか言葉だけじゃなくて体の声を聞きながらやっていくっていうところが大きな特徴です。じゃあその自分の軸を持ってしっかりでいきましょうっていう時に、自分のちょっとしたそう不具合っていうんですか、自分がちょっと気づかないの、さらっと聞いてるところですけど、例えばこういうふうに手を広げた時も、この広げ方だったり、なんかその体とこの見えない
自分の中のちょっとずれているところっていうのを見ていくっていうのは、同じセラピーをやっている人間としては、新しい、やっぱ体使うんだって思って、そうですね、そうですね、面白いって思いましたけど、体のメッセージというか、ボディーランゲージというか、体の声を聞いていくっていう、キネショロジー独特のこう筋反射テストっていう、こう筋力を、いろんな体中の筋肉を見ていくんですね、そこで何をメッセージ出してるかっていうのを見ていくという、私もあの心身緩和セラピーって言って、例えば体の痛み、この間ここパサッと切ってしまって、でも4日したらいらない皮はもうダメですけど、そこ切ってちゃんとくっついて、私たちの細胞ってものすごく優秀だし、そうですね、でもなんかそこはあんまり知らないですよね、知らないですよね、で私がやってる心身緩和っていうのは、その痛みとか、この怪我したことが自分にどんなことを気づかせてくれる、そういうことですね、ってことを聞いていくんですけど、プラスもっとその体に効くんですよね、そうですね、ですからよくこう大切な目標設定っていうのがありまして、でこの痛みを取りたいのは分かりますけど、この痛みが取れたら何をやりたいですか、何ができますかっていう、この次を聞いていくわけですね、でそれができたら何をやりたいですかって、次は次へとこう聞いていくと、本当に自分のやりたいことがだんだん見つかってくる、だから指のこの傷、怪我をきっかけとして、まあ本来の自分と向き合うっていう感じですかね、なるほど、アプローチは違うんですけど、なるほど、こうやってちょっと引き上げてくれる感じですね、そうですね、目標を最初に聞いていただくと、私の方のセラピーはもっとここに入っていくんで、ここからこう膨らまして気づきをこうなっていくんですけど、でも最終的には多分同じ方向に行くと思います、そうですね、自分が行きたい方向、でも今あの小堀さんがやってらっしゃるのは、そもそも自分のこうありたいところとか目標、目的を聞いてくれて、この傷がそれにどんなことを教えてくれてるとか、気づき与えてくれるのかってフォーカスするんだ、そういうことですね、治療モデルではないんでね、そこの原因がなんで、組織がどうこうでなんだかんだっていうところにフォーカスするんじゃなくて、その先にあるものにフォーカスしていくっていうのが特徴ですね、小堀さんが考えるこのタッチフォーヘルスとか、キネショロジーのこうさらなる可能性、もう日々アップデートされてるって、脳だったりいろいろあるって聞きましたけど、小堀さんが考えるさらなる可能性ってどんなこと？いや、これは本当にこの現代のこういう人々がもう今混乱して、いろんな情報があって自分を見失いがち、そしてあれがいいこれがいいっていうでも情報にこう外からの声というかね、にこうみんなこうあたふたしてるのが現状だと思うんですね、そこをもうちょっとあの真実を見る目というか、視野を広めて視点を変えて見ていく、そういうのっていうのをこのメッセージっていうのは、自分の悩みとか痛みが実はそれを教えてくれてるんですよね、自分の生き方からずれるとそういうことが起きちゃうんで、それをちゃんとこう軸を整えましょうという、三軸で左右前後上下、その脳からサポートしていきます、なるほど、その人がどういうふうな人生を生きたいか、どういうふうに生きると充実した人生になるかって、そこを追求していくっていう、過去の痛みに行くんじゃなくて未来を充実させていくっていうところが、ものすごく今現代人にとって必要だと思うんですね、それを整えるツールがタッチフォーヘルスだと思います、で今までに全くないあの体を使ったコーチングで私勝手に言ってるんですけど、まあそれができるっていうことですね、で普通のコーチングを受けるよりも体に効いてきますので、かなりあの速攻性があるっていうか、早いというのが特徴じゃないかなと思います、なんか自分がこう想像していたキネシオロジーは、さっきご紹介があったどっちかといったら筋肉とか、体の歪みとか痛みをこう緩めるとか緩和するみたいなイメージがあったんですけど、そこもさらにアップデートされて、なんか私もやってるんですけど、なんかものすごい共通点をいっぱい感じますね、そこに体が入ってくる、そうですね、そうですね、面白そうです、では今回は、キネシオロジーとはこういうことなんだよってことをお伝えしました。